神殿方剣は、14世紀イタリアシエナ派の画家、アンブロージョ・ロレンツェッティが1342年に制作した絵画である。画家の署名と制作年が入っている。現在、フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。この作品は、シエナ大聖堂によって発注され、1330年から1350年に制作された4点の祭壇画連作のうちの一作であった。 これらの祭壇画には、他に、シモーネ・マルティーニとリッポ・メンミによる、聖女・マルガリータと、聖アンサヌスのいる受胎告知、ピエトロ・ロレンツェッキによる、聖母の降誕、そしてバルトロメオ・ブルガリーニに帰属され、今は分散している、キリストの降誕が含まれていた。すべての作品は、聖母の生涯の物語を表す必要があり、ドゥッチョ・ディブオ・オニン・セーニャによる、 荘厳の聖母がそれら祭壇画の上に置かれていた。本作の豪華な装飾を施した内部空間は、列中により奥行きを強調した遠近法で描かれている。絵画の青色には高価な顔料であるラピスラズリが使われているが、それはこの祭壇画が重要な発注であったことを示している。なおせ、クレスチェンティウスと聖ミカエルが描かれていた両翼パネルは、 現在では失われている。ありがとうございます。